地震はどこで起こるのですか。地震がどこで起きるかということについては、これも皆さん関心がある内容だと思います。地震がどこで起きるかということにつきましては、統計的なデータが取られておりまして、例えばこの地図にありますように、地震というものはある特定のところで起きるということは分かっています。ここの地図はですね、地震がどこで発生をしたかということを表す地図になっていますが、それは要するに大陸のプレート、あるいは海洋のプレートの境界という場所とほぼ一致します。すなわちプレート境界で地震が発生するということはすでに分かっている事実であります。またプレート境界だけではなくて、活断層と言われる場所もですね、地震が発生をする場所になります。このプレート境界また活断層というものが地震が発生をする場所であるということはもう間違いないわけですが、それではすべての地震発生帯、すべての活断層帯が分かっているかというと、それは必ずしも分かっているとは言えないという状況です。